ちょっと寄せよう、はい。はい、はい。ごめんね、いろいろ私が喋りすぎて。じゃあ一応仕切り直していきますよ。はい、じゃあ仕切り直して、これ2番目の場面からいきます。どうぞ。突っ込んで質問してください。いいですかね。どうぞ。本日はご多忙のところ、九州ラーメン等ホール、過去破傷になりますけれども、こちらの建設クラウドファンディング記者会見にお越しいただきありがとうございます。本日は、この司会を、この会見の司会を務めさせていただきます九州ラーメン等広報担当、株式会社リルファ西岡純一郎と申します。本日はよろしくお願いいたします。本日の記者会見開催にあたりまして、ケアスペースまみ様より、音響機器一式を対応いただきました。重ねて御礼申し上げます。それでは、ほぼ浜田理事長がお話ししちゃったんじゃないかなと思いますけれども、何かご質問等あればですね、一応今初めて言うことは、一応まだ仮称の段階ではあるんですけれども、新しく立つホールは、九州ラーメン等ホールというところで、まだこれは仮称になります。今後、会議の後、正式な名称を発表するのかなというところですね。で、お話にもありましたように、実際半年前から今現在のマッサージの方と、占い師さんが、それぞれ月に2回ずつ、されてまして、大体ほぼもう一日中予約が埋まるような状態ですかね。というところで非常にもう実績が出ております。で、非常にやっぱり感謝もされているということで、この、スキームを、いろんな方に、いろんな方が利用していただければというところですね。で、あくまで一切家賃だとかそういった使用料的なことはいただかないというところですね。クラウドファンディングは、はい、この販売所の鉄骨の建物を作る資金を集めるために、そういうことです。はい、そういうことですね。はい、いくらぐらいを、一応、予定として300万円ですね。で、こちらは、今週中ぐらいにスタートする予定です。それはなんかラーメン等のホームページかなんかで、ですね、そのクラウドファンディングの会社名なんつってたかな、はい、そこの会社の方で、またそれは後ほど浜田のフェイスブック等で発表いたします。あ、キャンプファイヤーでしたね、すいません、キャンプファイヤーというですね。目標額が300万円。はい、目標額が300万円。でも工事はクラウドファンディングが終わる前にも、はい、はい、ちょうど今業者さんがですね、ちょうど今暇な時期でもありましたので、今のうちに着工に入る予定です。ですので、まあ1ヶ月2ヶ月以内にはもう完成するのかなというところですね。クラウドファンディングで300万円を集める期間というか、はい、期間は一応ですね、まあ2ヶ月前後だと思います。またそちらもまた詳細についてはまた後ほど発表いたします。どんなお声を聞かれますか。コロナでいろいろ経営が厳しくなって、そうですね、もうやっぱり家賃が払えないですとか、まあそういったところが多いですね。それからまあお客様がどうしても減って、まあ、業種によっては減ったとかですね、というところですね。このクラウドファンディングで建てる建物の中で、はいはい、障害者の方が、はい、八代人吉とか水害被災地の商品を売るし、はい、そしてまたそこの、スペースで、はい、コロナで困っている、人たちが、販売したり、はい、お店マッサージやったりとか、はい、そういうようなイメージ。そうです、そうです。はい、で、今回トンボ座さんですね、今度、これ3月27日に益城町総合体育館の方でやるんですけれども、こちらもやっぱり全くそのコロナの影響で公演が中止になったということでですね、こちらの方もチケットは有料にはなるんですけれども、チケットの売上からこの会場費ですとか、こういったチラシ代とかですね、経費を引いた分は全額持って帰っていただくということ で、こういったこともですね、やっぱりその会場があれば、そこで例えば1週間連続で公演ができるとかですね、いうことも想定しておりますので、今後そういった使い方もできるんじゃないかと思います。トンボ座さん、宮崎です。はい、で、実際のところも他の劇団さんあたりからもですね、今のところちょっとうちもお願いできればというところで今声がかかってます。
プレハブが完成した後に、はい、コロナでお待ちらせる今だと、まあ、占い師さんとかマッサージとか入られて、まあ、ここでちょっと経営をされて、はい、十分な収益を得たら出ていかれる、はい、そうですね、はい、ですのであのそこは、まだ明確な期間は決めてませんけれども、まあ、1年程度を対応しようかなというところですね。大体1年の目処にこう、はい、そうですそうです、はい、変えていくような、はい、であとまあ入っていただける方は、まあ、なるべく曜日、まあ、例えば月曜日は毎週月曜日だとかですね、そういった方で、はい、あのローテーションであのずっと同じ方が毎日いるんじゃなくてローテーションでっていうことを考えています。プレハブでいいんですか、ね、はい、プレハブになりますね。何畳ですかね。どうですかね、ちょっとまだ測ってないんですよ。とにかくこれをまっすぐ張って、ここから3メートルぐらい伸ばす。ちょっと測ってない。あ、分かりました。その中でいろんなですね、まあ、浜田さん例えばラーメンの、そういったラーメンの作るノウハウなんかもお持ちですので、まあ、もうそういったのもボランティアでですね、まあ、結構飲食店開業されたけど、まあ、ほぼ1年以内に潰れるというデータが出てますので、そういったところでラーメンのですね、ラーメン大学的なことをですね、まあ、こういったのも全て無料で、であのこれからまあ飲食店を始めたい方へのまあフォローアップとか指導とかですね、そういったところでもあの今までの浜田さんが培ってきたノウハウを無料で提供していこうということも考えております。それからあと浜田さんが今までやってきたところのまあボランティアだとかいろんなことの講演会とかですね、そういったところもあの発信していければと思っています。想定でしてます、はい、でも中はもちろん密にならないような形でですね、はい、開けてもらってそれぞれいろんな業種さんが入っていただくということは想定しています。この敷地にある、はい、施設はですね、はい、喫茶店、はい、ラーメン店、はい、そして、まあ、お菓子の、はい、業種、その3つ、はい、はい、ここの敷地はそうですね、と向こうの本部の方がまた同じように、そうですね、あの本部はですねちょっと付け加えますと、パンとかクッキーを作ってるんですよ。でそれをその障害者の方と一緒にこう移動販売するというのが大体仕事だったんですが、ここのところ全く動きが取れなくて、例えばあの学校とか役場とか保健所さんとかそういう福祉関係をずっと回って販売してたんですが、もう全く行けないんでね、その売り上げもないというのも困ってるんで、そのうちの作業所の商品もこう置こうかなという、置かせていただこうかなというふうに思ってます。こちらの建物は何なんですか。これはあの、倉庫です。はい、倉庫ですね。東日本の話になりますけども、はい、あの売り上げたお金を送るのはですね、個人なんですか、それとも団体ですか。団体ですね。杉山さんという福祉施設です。福祉施設、はいはい、杉山さんが運営している福祉施設に、福祉施設に送る、はいはい、老人施設ですね。老人福祉施設、はい、名前が分かるかな、調べたらいかがでしたですか。ちょっと電話で聞いてみる、はい、仕事を、はい、電話探します。ちょっとすぐ今からつなげます。福島県の郡山の、あ、杉山さんの電話番号じゃない？あの勝重さんじゃないの？違う、ごめんなさい。はい、はい、ごめんなさい。
あ、氷山って書いてある。はい、杉山さん。ちょっと待って。なんか杉山さんいっぱいある。いっぱいあるね。あ、これか。これ、あ、そうだ。東日本。これ、こういう、あ、いっぱい繋がったからね。もう全国にボランティアの方いっぱいいるんで、杉山生が3人もね。ごめんなさい。あ、杉山さん、はい、はい、浜田さんです。今日 3.11 で、今ちょっとマスコミさん目の前にいらっしゃるんだけど、東北支援をしようというて、あんたのところさ、あんたの失礼してごめんなさい、呼び捨てで、ね、また地震もあって大変だったね、もうどうかったね、うん、一番大きかったね。それでそんでね、その施設の名前を教えてよ。ちょっと今その東北を支援しようというマルシェをやってるんや。まあ大した売り上げにならんけど、その売り上げをね、そっちに杉山さんのところに送ろうと思ってね。うん。それでいやいや、あなたもほらね、益城の災害の時には応援していただいたりね、いろいろするから、そういうつながりでね。それで全国の仲間たちにはいろいろその支援のラーメンを送ったりしてるんだけど、そっちには送れなかったんで、せめてね、水害がほら熊本も水害があったからね、その水害被災地の人たちをちょっとまあね、ちょっと支援しようということもあって、その水害支援の方たちの商品を仕入れて販売をして、その収益をね、そっちに送ろうと思ってるのよ。だからちょっと、うん、ラーメン送ればよかったけど、ごめんよ、ラーメン今度送るわ。名前なんだ、杉山さんのところ施設の名前なんだっけ、うん、何ちょっと引き取りに行くわ。ちょっと茶さんに買う。もしもしすいません、お願いします。会社名を、株式会社若杉。あ、若杉の。若杉。ひらがなで若杉さんですね。若杉。はい。で、こちらで、施設をされているということですね。老人介護。老人介護施設ということでよろしいですね。はい、わかりました。と、所在地はどちらになりますか。郡山。はい。郡山市。亀田。はい、亀田に反物。はい、羽田、はい、上面、はい、上面15番1号ですね。わかりました。すみません、それだけ確認でしたので、はいはい、もう一度変わります。杉江さん、またまあ、わずかなお金だけど、そうやってラーメンも送ります。お会いしたいね。今度また会おうよ。今度コロナが収まったら、またちょっと、なんか講演かなんか企画してよ。行くから。はい。はい、じゃあね、うん、今記者会見の最中なんで、ちょっと、はい、うん、ありがとう、まあ、東北にエールを送ります。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、もう何回か行ったとこ。これ老人介護施設を運営している株式会社なわけですよね。そうです、企業に、はい、そうです、そうです、まあ、小さなもう老人介護のもう20人ぐらい預かっているような小さな施設ですから。私、その杉山さんたちはいろんなところでまあボランティア活動もやってます、まあ、そういう資金にも役立ててほしいと。もともと東日本大震災でボランティアに入って、その老人の人たちをケアしてたら仕事になってしまったという、そういう人ですから。私も何回も言ってますんで。九州ラーメン党がの正式名称は NPO 法人ボランティア仲間九州ラーメン党で、ボランティア仲間というのが前につくんですよ。ですので、そのボランティアの輪をまた広げていこうというのが一つコンセプトとしてあるんですね。よかった、ちょっと杉山さん。本当に死ぬとこ来てくれた。ああ、そうですね。郡山市でよかったですね。はい、郡山市、亀田という地名ですね。
こに写真を並べてみたんです。ああ、そうですね。被災地に行った時の写真で。今の被災地に行った時のパネルが展示してありますので、よかったらまた最後に撮影していただければと思いますので。他には何かなかったですかね。大丈夫です。ではあと最後に告知になりますけれども、まあ、先ほどから申している通り3月27日に益城町総合体育館ですね、こちらの方でトンボ座の、これはもう完全な、これも救援の一環としてですね、困った劇団を助けるということで やりますので、またこちらの方にももしよろしければ取材の方も来ていただければと思います。では本日はありがとうございました。どうもありがとうございました。